はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今見ていただきましたのが、今年8月に登場した G400D 新限定車、マグノオパリスホワイト見ていただきました。はい、はい、こちらはですね、視聴者さんが、撮影もしていいよと言っていただいて、はい、撮影させていただいた、はい、動画となっております。リュウジちゃんどうですか、改めて。そうですね、はい、まあ改めてですけど、まず、まあ、この一番ね、この限定車って8月からのこう納車なので、もうほんとね、一番乗りぐらいのね、納車のタイミングの方だったんですよね。そうなんで、まあそれをね、真っ先にこうして、あの撮影の方もご協力いただいて、まあ実際で僕も見るの本当に初めてな色なので、もう本当にね、もう楽しみで楽しみで、そうです、もう仕方なかったんですけど、まあ実際見て、実際見て感じたこと、はい、今回あれじゃないですか、このマットカラーのホワイトっていうのがもう完全新色ということで、はいはい、まあ、リョジッちゃんももちろん初めてだったということなんですけれども、うん、色どうでした？めちゃくちゃかっこいい。よかったですね。めちゃくちゃかっこいいですね。これは人気出るなって、もう見てやっぱかっこいいと思うやつってやっぱ人気出るんですよね。そう、これは出るなって思いましたね、うん、やっぱりね、ね、白黒のね、ツートンってやっぱ、400D マヌファクトゥアエディションで、まあ、ダイヤモンドホワイトとオブシディアンブラックのね、ブラックアクセントの白黒って、やっぱ見てるんですけど、うん、ね、やっぱ近く行くとね、マットなんですよ。うん、艶がないんですよ。でね、それがね、遠目で見ると白黒で一緒なはずなんですけど、うん、やっぱ近く行ってみると、おぉかっこいいなーってね、やっぱ思いますね。やっぱマットはかっこいいです。もうこれは白に限らず黒もそうですし、グレーとかのマットもそうですけど、やっぱマットってかっこいいなって思います。やっぱマット全般的にね、その人気やっぱ高いですし、まあリセール的にもね、マットカラーってやっぱね、高についているカラーなので、やっぱそれだけ人気がある色だなっていうのは、もう本当に見て思いましたね。で、まあ、人気が出るんじゃないかというところですけれども、はいはい、このマグノオパリスホワイトともう一台ですね、はい、黒、もうマットブラックの車も発売、はい、こちらは300台ですかね。300台、そうですね、黒が、マグノブラックの方が300台で、今回の、見ていただいたマグノオパリスホワイト、こちらは200台限定ということでね、
黒より白のが人気出そうですか？あー、これはね、黒見たらやっぱり黒。まあ、どっちが人気出るっていうのは正直あまりないと思います。うん、もう正直どっちも人気が出ると思ってます。うん、はい。っていう感じですね。まあ、ほんとそれぞれね、やっぱね、今回見たのは内装も白革シートじゃないですか。そうですね、今回の限定車。うん、外装白に内装白で、またね、内装もピアノラックアウトのインテリアなんで、こう白黒のこうメリハリというか、またそこもね、ウッドのパネルとは違うね、見え方というかね、あ、これはいいなと思いましたね。本当に。はい。ちょうどさっきマヌファクトゥアエディションのリメージの話も出てましたけど、はいはい、今回と、ちょっと違うのは、このルーフのところは白なんですよね。そうですね。だから、パッと見、外から見た時の、見分け方は、この上の部分を、ね、そうですね。見るっていう。ただ普通に走ってるゲレンデの上ってね、そう見えることないんでね。そうですね。G クラスより背の高い車に乗ってないと分かんないですね。そうですね。この角度でちょろっとだけね、膨らみ部分のね、ちょろっとでね、黒か同色か判断しないといけないね、ことになるんですけど、うん、今回のこの限定車ですね。まあ一応その仕様的には、その200台と300台、合計500台の、設定なんですけど、で、どちらもね、右ハンドルのみっていう、そういう限定車。今回右ハンドルだけですね。右ハンドルだけですね。うん、そうそうそう。で、白の方のね、マグノーパリスホワイトの方の、これね、また白と黒だと若干違うんですよ。内装のね、使ってるものとか。全体的には一緒なんですけれども、で、限定車で、まず、通常グレードの、オプション。例えば、AMG ライン、ラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピングっていうのは、通常グレードだとオプションなんですけど、そのオプションがもう標準で装備されてたりとか、で、内装の方も、ナッパレザーシート、でダイヤモンドステッチ入りっていうことだったりとか、ナッパレザーダッシュボード。あと、ルーフの方もね、レザーディナミカ、ルーフライナーっていう、アルカンターラのね、ものだったりとか、っていうところで、その、通常グレードの大体4点オプションが、この限定車はもう標準でついているっていう、そんなイメージですね。となってますし、で、あと、やっぱり、ブラックアクセント。これが特徴的になってるんですけど、今回ね、マグノオパリスホワイトって、艶消しのカラーなので、そのブラックアウトしてあるところも、マグノナイトブラック。艶消しの黒で、ブラックアクセントがなってるんですよ。そういったところもね、違うのと、あと、先ほどね、カメラマン君も言ったように、ルーフ。天井だけは、今回、同色なんですよね。ボディ同色。で、それ以外はね、マヌファクトゥアエディション同様の、箇所がブラックアウトされているという、そんな感じとなってますね。はい。で、あと今回ね、あれですよ、この限定車、個人的には、ステアリングヒーター、これがついてるんですよ。はいはいはい。そう、やっぱね、まだ今この時期って暑いんでね、逆に今つけちゃうとね、不快でしかないと思うんですけど、やっぱ冬場ってハンドル持つと冷たいじゃないですか。で、それがね、エンジンかけてこう、ステアリングを温めてくれるんで、シートヒーターとね、ステアリングヒーター両方使えば、こう、より快適にね、やっぱ乗れる、ドライブできると思いますし。そうですよね。はい、で、あとね、やっぱりこの、限定車。一番ね、気になる部分というか。一番気になる。一番気になると言っても過言ではない。ラゲッジフロア、ラゲッジルームですね。の、ウッドですよ。チェリーウッドラゲッジフロアなんですけれども、あれはやっぱね、傷ついちゃうのを恐れますよね、オーナーさんは。そうです。多分、おそらく、この限定車500人。500人の方が当選されてるんで、要は500人が、500人中どうですか ?9 割以上は、ウッドの部分に傷つけるのが嫌だって思う方が多いんじゃないかなと思うんですよね。
普通の、まあ通常の G クラスだったとしても、はいはい、マット引く人多いじゃないですか。はいはい、そうですね。あのなおさら。そうですよね。あのウッドはね、本当にちょっと、ね。怖いですよね。怖いなって思いますね。はい。で、やっぱりね、あそこの部分に関しては修理不可というね、うん、ことなので、まあそこの部分、部品交換に、ね、うん、なってしまうとね、いくらするんだろうっていうのもありますしね。はい。まあ、ちょっとあそこはね、ね、購入された方、ぜひ傷つかないように、やっぱしてもらいたいなという感じではありますね。ちょっと2、3年後、どういう評価になるかっていう、うん。ああ、そうですね。はい、まあ。今回の城、ほんと良かったですね。そうですね。めちゃくちゃ良かったです。本当にね、乗りたいなって思いました。乗りたい、まあ買いたいなという思う、本当に思う一台でしたね。はい。ということで、はい、G400D の新限定車について、はい、話してもらいましたけれども、はい、とりあえずまず1台目。ね、そうですね、1台ずつね、このね、なかなかね、やっぱね、見ないですからね、うん、まだまだ市場の方では。うん、ね、あの時期で言うと次は、マグノブラックですね。400D のマグノブラックをね、この YouTube で撮影させていただいて、で、次はエディション55になるのかな？そうですね。エディション55の白黒と、はい、で、マグノヒーローエディションの3色。はい、5台。そうですね。あと6台ですね。はい、全部コンプリートしたいところですね。はい。そういう再生リスト作りたいです。ああ、間違いない。間違いない。2022年、G クラス限定車一覧みたいなね。はい、ぜひぜひ、今度はね、うん、マグノブラック、当選された方、はい、ぜひ、お声掛けいただければと思いますので、はい。撮影できるまで何度も言いますので。あ、そうですね。はい。そんな感じです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。